せーので、最初はグーいいんじゃん、はい、あゆこで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 、はい、せーの、最初はグーいいんじゃん、はい、こんな感じで毎朝車じゃんけんをしています。いっせーので、おはようございます。よろしくお願いします。ということで、りゅうこさんレッツゴー。じゃああれやる、先生が朝ごはんとケータリングを買ってくださったので、そのじゃんけんをしていこうか。嬉しい、ありがとうございます。なんですか、これパパがめっちゃ好きなやつ。じゃあじゃんけんする。ベナ抜きでやって。それはこっそりもらってます。ルナ抜きでやってて、パパちゃんとルナ大人やから別にじゃんけんとかじゃなくて余ったもんで違うみたいな風に聞こえるけど、絶対先取ってるやろ。先取ってる。もうパンとジュース一緒でいい。発酵すぎるよ、こんなね。最初はグーいいんじゃん、ほい。あ、エオンっていうのが正直勝たしてもらった。え、ほんと。うん、ユーチングです。最初はグーいいんじゃん、ほい。あいこでしょ。まあ負けたけど勝ったってことにしようかな。いちいちうざいな。いただきます。で、まあ3人で頑張りや。せーの、ほう、せーの、ジャズ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 。どうしようかな、なんかキモいよな。ちょ、学ぼう。今同じタイミングで鼻かいてた。そう、絶対使ってな、まいちゃん仲良しって言って、うん、あ、3番目だよ。あ、久しぶり。あ、マスク変わった。マスク変わったってさ、髪型変わったみたいな。まあ、そういうご時世ですから。日によるやろ。違う、トレーだよ。今日はどこに向かってますか。家かさい。流通科学大学という兵庫県神戸市にございます。6人が通ってた大学。先日ね、全員無事卒業させていただきました。ありがとうございます。本当に頑張りましたね。みんな袴よう似合ってたし。僕袴着れなかったけど学んだ。そうですね、やっぱり人と人は支え合って生きてる。だからああいう感じになったっていうことをね。すごい、まだ感じですよ、感じ。あ、はい、金髪ね、金髪の話、はい、人と人は支え合っていこうっていうことを学びましたね。いい匂いしてる。誰か今日は久しぶりのライブですね。そうだね、楽しみ。まあ、捉え方によるな。確かに今日祝日やで。知ってた。知ってたってさ、知ってるよ。今日朝ママ寝てたから。今日それでママ何の日の。あ、春日の日。あ、春分の日。春夏の日。春夏秋冬。春夏秋冬。シーコールフォルミー。あれ知ってる。好き好きやん。あのさ、フルーツのさ、バイトの日さ、待って待って、結局何の日か分からんぞ。春夏の日って春分の日じゃん。春分の日や。秋分の日か。秋分の日。秋分の日は春季やろ。今日車の時なんて言ってたっけ。春分の日やって。へー、春分やろ。ほらね、分かってるんだ。何か気になるやん、前のフルーツの話してんの。フルーツってこと終わらんまま次の話題行ってもだからさ。何か気になるやん。どうしたの。どうしたの。フルーツの上にフルーツポンチみたいなってこと。ほんだら充電できんの知ってた。あ、なんかさ、あれは絶対嘘やね。絶対嘘やね。それを何でやりたい。嘘やて、あれ裏を使ってねえで。そういう風に見せてるだけ。おしゃになんか引いてるとか。そうそうそう。あー、いいよ、どうぞ。違う話。その話すことないよ、朝から。はい、というわけで今日も一日頑張っていきます。ちょっと分かる通り肩がぶつかり合ってる。バイバイ。ホットだ。それホットか。到着。どこ向かってるんですか。逆や。どこやるんですか今日。まあ、そうっすね。大体あるっす。え、さっきまでめっちゃ寝てましたよね。寝てないっす。え、なんか携帯なくしたみたいな。寝てるうちに手元にあった携帯起きたらなくなってたっすね。ありがとうございます。マジそれでは行ってみよう。流通科学大学。あ、もうそんなにいらないよ。演出見ることで演出しましょう。みんな大好きダサいんですよ、アルコールの取り方。ダルコールだ。失礼します。突撃楽屋訪問ということで、楽屋に入ったら
編集してますか？してるふりしてる。あ、してるふりか。ということで、ゆうなちゃんは今日も頑張ってます。ゆうなちゃんはって何で、えおんちゃんは今日は頑張るんですか？頑張らないですよ。頑張らないことをモットーに今年ね。待って、しかし抑えるじゃないですか。邪魔なもんのクイズ邪魔してていいかな。じゃあ盛り上がっていきましょうね。じゃあ絶対や。こんなにこっちメンバー固まってんの。近いよ、あいつ。何やねん。なんか絡んでる。仲良くないね。ほんまに。猫やな。さあ、入っていきます。え、何してんの？お願いします。はい、どうもおはようございます。おはようございます。大阪市岡出頭です。本日もよろしくお願いします。お願いします。なんかいつでもあったん？違う。もしあのさ、さっきエンディングなんでさ、うん、あのなんか誰かと誰かが付き合ったりとか。ほんまさ、ほんまはよこれを意識してるねだなって思って。なんかどうしようみたいな。顔してんじゃん。いいでも一緒に歯磨いてる。いや思った、想像したら嫌な歯磨き。
ライブお疲れ様でした。ほんまにライブお疲れ。楽しかったよな。結構あれ、まあでも良かったよな。うん。結構なんか。気持ちは伝えれたかな。うん。三曲って一緒やったな。確かに。一瞬の話、出来事的に言ったら。あれ？すいません。リーダーお疲れ様でした。寝てた。僕にはすぐ行き過ぎてない毎日。ほんまに。そういうことやろうなって思ったし、大体一言しか言わんねやろなみたいなイメージ。一生懸命人が出てきてや、白の衣装です。白の。お疲れ。ごめんね今日。ありがとうございます。ゆうか夢の種祭りが終わりました。ありがとうございました。ありがとうございました。夢の種をゆうかから巻いてみました。楽しかったな。楽しかった。3回目本日。ね。はい。本当に。なんかほんまに楽しかった。疲れてるみんな。なんかほんまに楽しかったけどな。普通に。2時間半のね生配信。すごいよな、うん。結構ファンの人さなんか見てくれてて嬉しかった。うん、みんなごめん今日。歌詞間違ったからみんなフォローしてくれた。かわいい。でもさ、なんかさ、楽しんだもん勝ちでーす。楽しんだもん勝ちでーす。なんかさ、そういう歌みたいになってたくない？あんまり楽しんだ方がいいんやろうなって思った。そう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 。月曜日の今日一日だってさ11時入りのもうだって夕方6時やで今。早すぎる。やばいな。今からもねとあるお仕事へ、はい、このまま向かうんですけど、はい、今日はライブをして、はい、画面越しでもみんなからパワーをもらえたからそのパワーを元気に変えて、うん、今からお仕事も頑張ります。はい。そして改めて今日はオープンキャンパス、配信のオープンキャンパスでライブをさせていただいたので、なんかちょっとでも見ていただいた方に元気とか夢の良さとかが伝わってればいいなと思いますし、会える対面のオープンキャンパスができるようになったらまたいろんな方にパワー届けれるように頑張りたいと思います。思います。大学さん待ってます。文化祭とか呼んでください。呼んでください。今年はほんまに号は出たい。確かに、ある解散するのかな、うん、皆さんが確かに出たい。よろしくお願いします。お願いします。ということで、はい、今日の動画はここまでです。バイバーイ。バイバーイ。また来週。